だからこそ YouTube やるときに、ね、絶対に、もう悪の顔とか、ね、悪い顔っていうのは出しちゃいけないんだよ。ね、YouTube やる責任だよ。ね、なんでウリタが人気あんのって。ウリタそういうことやってないからでしょ。ね。ね、自分でちょっと薬物とかやってるかもしんないよ。ね、テレパシーが聞こえる、ウリタとレイコの。それは聞こえるよ。実際ね。やめられないって言ってるよ、あいつも。あいつらはね。だけど、そういうことを見せないじゃん。ね、絶対に。ね、自分たちだけで。っていうね。ね、俺聞こえんだよ、テレパシーが。ね、今、ケンジさんのテレパシー聞こえて、ウリタはやってんだよ。ね、わかるから、俺は。ね、じゃあなんでテキサスパクられたの？ねえ、わかる？俺に逆らったからだよ。ねえ、俺のシンさんとかにも、西村シンくんね、俺の目の前で食べてたでしょ、フランス料理ブラックゼッサンの時。シンくんち使ってプロモーションビデオ撮ってんだよ。ねえ。で、こっちに近づいてきて、ねえ、礼儀正しいからみたいな感じで抜擢したら、なんで俺のこと言うんだよ、みたいな。つるんでんの分かってんだろ、みたいなさ。ねえ。ねえ。でも結局みんな向こうグルだから。ね、政府も全部グルだから。ね、じゃあ小山警部は裏天皇様に逆らったから。はい。はい、アウト。はい、無理。はい、終わり。みたいなね。これ小学校、中学校で流行った言葉なんだけど。はい、無理。はい、終わり。はい、終わり。はい、終わったー。はい、無理。こっから先行けないよ。ね、レレさん、ありがとうございます。